ちは。こんにちは、豊さん、はい。今の時期、戦力外通告が、ね、うん、されたり、うん、まあ、中にはその後、うん、他の球団を探されたり。そうだね、はい、まあ寂しいとか、そうです、ね、忙しい時期だけどね、はい、うん、その中でもやはりこう引退を表明する選手もいて、もうユニフォームを脱ぐという ね決断を決めた人たち、はい、まあ、その中で、うん、10名、うん、10名ね、引退表明され、まあ、発表されてるのがね、はい、選手いますが、うん、豊さん、こう思い出深い選手だったり。思い出深いのはやっぱり岩隈だね。うーん、まあ、今岩隈のさ成績をざっと紹介するとさ、はい、日本での226試合に登板し、はい、107勝、ね、69敗、はい、防御率が 3.25、うん、でアメリカ150試合投げて63勝34敗、うん、3.42 防御率、はい、日本で投げても、うん、アメリカで投げてもそんなに成績って変わってないんだよね、はい、この実力っていうのはさやっぱすごいなって思うのね、うん、で岩隈はさ、はい、アテネオリンピックに一緒に行ってんだよね。ああ、そうですね、うん、それでまだ若くてさ、うん、一番年下だったのかな、うん、だからまあ遠慮もあったのかもわからないけど、なんかすごい可愛く見えたし、うん、なんかこれ大丈夫かなっていうような、なんかこうひ弱さを感じてたんだけどさ、うん、でも成長していくたんびにすごくたくましくなり、うん、覚えてんのがさ、ダルビッシュと岩隈が先発したんだよね、はい、札幌ドームで、はい、5回ぐらいまでね2人でノーヒットノーランやってんだよ。うーん、もう意地なので、ダルビッシュが先に1本打たれるんだよね。やっぱそのぐらいダルビッシュと比べてもポテンシャルが全く変わらない、そんな選手だったよね。うーん、でアメリカ行くあのひ弱な岩隈がっていうふうに思ったけどさ、はい、やっぱこうやって成績を改めて見るとさ、はい、やっぱ実力があったし、うん、もう投げてるボールがなんかね、岩隈の投げてるボールっていうのはピンポン玉のような感じがしたのね。ピンポン玉って知ってる？なんかこう浮き上がるんだよ、こうやって回転を加えると。なんかそんなイメージのピッチングを見せてくれるのね、うん、だから岩隈って大したもんだなと思って、うん、でアメリカから帰ってくる、はい、ジャイアンツで優勝また見れるっていうふうに期待したんだけど、はい、やっぱこう故障しててね、なかなかマウンドには帰ってこれなかったけども、はい、岩隈の全盛期は本当にすごいものを見せてもらったし、はい、なんかこうピッチャーらしいピッチャーだったね。うーん、だからアメリカ行っても日本で投げてもどこで投げても岩隈久志という男は変わらなかったという。そうですね、うん、まあ確固たる実力をね、うん、しっかり見せてくれた、まあそういったピッチャーだったよね。うん、でね、球児と、はい、吉見は喋ってんだよね、はい、阪神の藤川投手と中日の吉見投手です ね、はい、で石原もちょっと喋ってんだよね、はい、広島の石原選手、うん、はい、うん、だからまあその人たちにもまあお疲れさんとは言っときますが、はい、ね、はい、セ・リーグだとあとはヤクルト、ヤクルト、まあ五十嵐亮太、はい、まあ猪っているんだけど、はい、まず五十嵐からね、はい、五十嵐は906試合、はい、日米トータル通算でね、はい、この906試合をさ先発一回もなくすごい全部リリーフで投げてるんだよね、はい、ですごいなと思うのは、うん、リリーフってまあ五十嵐が使われるところって、はい、ほぼ失敗が許されないところなんだよね、うん、ほぼね、うん、でまあ晩年だって負けてる試合だとかまあちょっと点差がね開いたところだとかそういうところで使われたケースもあっても906試合、はい、これを失敗ができないところで全部使われてるっていう、まあ全部というかほとんど使われてるっていうことが、そこを906回も経験したら、うん、なんか精神的に病むんじゃないかなって思うぐらい、はい、やっぱ1点取られたら、はい、やっぱ同点になっちゃうとか、はい、負けになっちゃうとか、
そういうこうほとんどがそういうところで投げてる、はい、まあ、先発ピッチャーだったらさ、まあ、ある程度 6回で3点クオリティスタートとかいろいろ言われるけど、だけど五十嵐は言ってもやれないところでよく906試合もまあ投げ抜いたなって思うよね、うん、まあ、それと五十嵐の思い出ってこれもなどっかで言ってるんだけど、うん、俺は芝公園を車で走ってる時に、はい、なんかとことこ本当にこう地味に走ってるやつがいるなと思ったの、はい、それオフでね、五十嵐が下を見つめながら一歩一歩丁寧になんか走ってる姿を見かけたんだよね、はい、で俺車を止めて亮太って言おうかなと思ったんだけど、はい、なんかあまりにも黙々さに何にも喋れなくてさ、はい、ちょっとずっと姿を見てたんだけど、はい、やっぱああいう一つ一つのさ努力の積み重ねっていうものが、うん、やっぱ906試合を支えたのかなと思って、うん、やっぱりこうロケットボーイズとかさ、はい、で俺は160キロ投げるんだスピードにこだわるんだって言いながら、はい、なんかチャラついた時も若い時はあったけど、はい、だけどああやっぱこう陰では地道に一生懸命やってるなっていう風なの姿を見てね、はい、ちょっと心を打たれたことがあった。うん、あとヤクルトでは井野、はい、まあ、キャッチャーでね、はい、で試合数は148試合って少ない、はい、で29本しか打ってないけども、はい、この選手はやっぱり2番手3番手のキャッチャーでずーっとベンチにいたの、うん、だけどいなきゃ困る選手だったんだよね、うん、で36歳、はい、まだまだできるとは思うけども、はい、だけど、まあ、若手の台頭もあり、うん、ね、身を引くことをしたんだろうけどもね、はい、うん、だけどもうちょっと打てればね、もうちょっと打てれば、はい、もうちょっとチャンスがもらえたかなという選手、うん、だけど2番手3番手でヤクルトのブルペンキャッチャー陣をこうしっかり守ってきた選手だなと思う、うん、思うよね、はいはい、続きましてパ・リーグ、パ・リーグね、はい、パ・リーグは4人ね、4名、はい、まあ、楽天渡辺直人もうコーチ業やってるよね、はい、うん、うん、まあ DeNA で一緒にやったけど、はい、だけどまあ40歳というね、はい、で素晴らしっこい選手で、あ、野球もすごく勉強してたし、うん、重宝な選手だったんだけど、まあさ晩年はね、まあ守備が決してうまいとは言えない、だけどそのベテランになったら怖くなるんだよね守備が、うん、取れるボールも取れないとかね、フライが上がったらちょっと取れないとか、はい、まあ、そういう中でそういうもう恐怖と戦いながら最後まで頑張り抜いた、はい、頑張り屋の選手だったね、はい、渡辺直人はね、はい、でこれも多少喋ってるから、はい、まあ、このぐらいにしとくけど、はい、まあ、続いて西武高橋智美、はい、ね、106試合に投げて6勝5敗、はい、防御率が 2.74、 52セーブ40ホールド、はい、キレのいいボール投げてたんだよ、うん、まっすぐスライダーでね、はい、なんかね引退セレモニーを見たんだけど、はいはい、あんなにハキハキ明るく喋る選手だったんだと思ってびっくりしたんだけど、はい、マウンドではさなんかぶっちょずらでさ、なんか打席に立ったら憎たらしいピッチャーだなって思えるような表情で投げてたんだけど、はい、まあ投げてるボールは素晴らしかったね、うん、だけどなんかバントの処理だったかな、人工芝につまずいてっていうか引っかかってさ、はい、足首骨折かなんかを、うん、まあ捻挫かなんかしたんだよね、まああとは肘肩故障も重なり、はい、まあ登板機会がねそれ以来なくなっちゃったんだけどさ、はい、ずっとリハビリも、ね、そうだよ ね、 っていうね、うん、だからすごくね、はい、も31歳でしょ、もったいない選手だったね、うん、で西武の投手陣が今、はい、いろいろあるけども、この高橋智美という選手がその時のように投げたら、うん、素晴らしい投手陣になってると思うよね、うん、だからそれだけに、まあ、31歳での引退というのは、はい、やっぱ相当故障もひどかったんだろうなと思うし、うん、まあ、もったいない投手が、うん、まあ、でも記憶に残る投手の一人だよね、はい、もう本当に左ピッチャーで小気味のいいね、はい、うん、まっすぐは速いしスライダーは切れるという
ピッチャーで、まあ、本当に、残念な、はい、まあ、引退だな、はいはい、続いては浦野日本ハム、はい、日本ハム、ね、101試合18勝13敗、はい、防御率が 3.87、 バッターと駆け引きをしてね、まあ、投げていく、なんか俺は好きなピッチャーなんだよね。こう決して力で抑えに行くんじゃなくてコンビネーションで抑えに行く、だから非常にクレーバーなピッチャーだったんだけど、だからやっぱり故障なんだろうね。だからそういうことで、まあ、引退を決意したんだろうけども、はい、なんかあのヤクルトの高梨、はいはい、あのピッチャーとこうすごく似たような感じで被ってたんだよね。うん、だけどやっぱこのピッチャーも故障だったのかなと思うと、はい、まあ、30歳での引退 ね、 ね、うん、まあ、残念です。ですね、はい、で最後に、はい、オリックスの山崎選手、ね、38歳、38歳ですね、はい、942試合に、出場、はい、300安打、打率が196、身長かというような196、この選手は打てればもっともっと続けられた選手かなという。でもこの選手はやっぱり1番手でもあったし2番手でもあったというキャッチャーで、まあ自分が主戦でオリックスで被ってる時に若月だとかああいう若い選手が出てきて自分の居場所がないでソフトバンク行った、でソフトバンクへ行くと高谷だとか、まあ甲斐とかもねこう出てくるというような、まあその時に細川もいたのかな。だからなかなかねこう安定してマスクをかぶるっていうことができなかったんだけど、うん、だけどでも一時代を築いた、うん、まあ、キャッチャーの一人かなという、うん、まあ気が強いキャッチャーでね、38、はい、38歳、うん、なんかキャッチャーとしては若いなっていうね、うんうん、まだまだそのキャリアは活かせるんじゃないかなと思ったけど、まあまあ次の道を選んだというね、はい、うん、まあみんなそれぞれ記憶に残る、はい、なんか素晴らしい選手たちが、まあ、引退ということでね、うん、また球界も寂しくなりますけど、はい、だけどまあ引退したらね下で球界に何か恩返しするような形でまあ、あの野球界を盛り上げてほしいなと思います、はい、長い、現役生活お疲れ様でした。お疲れ様でした。